今緊急でカメラ回してるんだけど、ちょっと僕がトイレ行こうと思ってリビングが出てきたら、玄関の前人おると思ってさ、でもなんかえらいなんか画素荒いなみたいなねえ、完全画素の荒い人、おお、これはやばい。これちょっと立ってよ、横に。ほぼ一緒やん、これ。え、やば。花人です。4って書いてある。4って書いてある。4から行く。この判断が後に大きな悲劇へとつながる。過去の裏でやめろって、やめなさい。実家帰るわ。もういやまた実家帰るよ。またまた実家帰るよ。またって言うと陰死になるからやめなさい。また実家帰るよ。また帰る。そういうことする人はもうまた実家帰るからね。また帰る。うーん、あの嫁の、 足が治るまで少々お待ちください。だんだんやばいじゃん。なんかサイレントヒルに出てくるさ、なんか敵役みたいな言い方してるよ。さて、やりますか、はい、やりますか。じゃあ、はい、最後の箱いきます。ね、こっからちらっと見る限りだと、初音ミクって書いてある。パンパンです、ございます。箱パンパンでございます。箱パンパン。箱半々でございます。オープン。オープン。わー、もう見えちゃってる。あ、お手紙ある。お手紙あるじゃん。かわいい。マイメロだよ。お手紙読んじゃおう。はい、心の中で、心の中で。え、2箱目はムーカさんのお誕生日プレゼントだったんだって。2って書いてあるやつ。2って書いてあったやつってことは、だからどれだ。わかんなくなっちゃった。もう後で動画を見直そう。さっきの箱じゃない、多分。さっきの箱2だね。 AV4 号が書いてある。これが2だよ。ってことは、それピトさんは私のってこと。いいな。イエーイ、ありがとうございます。あ、でも3箱目は隊長の誕生日プレゼントってことは、キャンプ用品だ。キャンプ用品、誕生日プレゼント。誕生日プレゼントだって。ありがとうございます。ありがとうございます。そうなのか。ってことは、じゃあ僕がシュラフを選ぶ権利があるな。え、でも全身緑もいいよ。緑で僕もね、足が締めてきて、ちょっと骨座りになっちゃったんだけど。4箱目は私へのクリスマスプレゼントだって。タルタリアとか。これクリスマスプレゼント、クリスマスプレゼントだ。原神関係のクリスマスプレゼント。ありがとうございます。ありがとうございます。やった。できれば番号の通り受けてもらえると助かります。できれば番号の通り受けてもらえると助かります。できれば番号の通り受けてもらえると助かります。まず上のこの頭からいきますか。はい、頭、はい、人の頭から。で、ちょっと都市ガス、LP ガス兼用ガスコードって書いてある。4って書いてある。4から行く。この判断が後に大きな悲劇へとつながる。うわー、全部逆できたわ。全部逆で開けちゃった。ごめんなさい、ごめんなさい。しまった。4箱目だけは最後にだって。最初に開けちゃった。最初に開けちゃった。最初に開けちゃった。だからタルタリアは最後だったんだって。あー、やばい。いや、でもほら、最初からテンションぶち上げてきてるから。そうだね、ほんとにね、ごめんなさい。すいませんでした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 、ほんとに。あー、やっちゃったね、これ。いや、ほんとに、謝罪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 、すいませんでした。番号を間違えてしまいました。逆から言ってしまいました。全部逆から来たよ。4、3、2、で、1。バカ野郎、1から行けよ。逆が来ちゃったね。まあでも開けたね、順番が違っても僕らの感動は変わらないんです。変わらない。そして最後のこの1の箱、えぐいです。え、だからこれがクレーンゲーム、はいはいはい、景品ってことで、全部すごいね。これ全部取ったプロだよ。プロ、テレビ出れるよね。やばいよ。で、なんかクレーンゲームの達人みたいなのさ、たまにやってるじゃん。やってるテレビで。あれ出れますよ。パッパンぞい。え、もしかして出てる人、もしかしたらプロの方かもしれないですね。これはすごい。とりあえず見ていきます。そうですね、じゃあちょっと、はい、じゃあちょっと失礼します。はいはい、じゃあまずこれなんかミクさんからみたいな感じだけど、違う、ミクさんじゃない、スムッコ暮らしだ。スムッコ暮らしだ。トカゲとお母さんのフード付きタオルテープ、かわいい。おー、なんかプールとかで使える。
来年の長島スパーランドの通りで。そうだね、使います。ねねずこ、ねずこ、あ、すごいフード付きバスタオル。おー、ねずことしのぶさんのこれワイヤレスイヤホンですね。おお、ありがとうございます。なくしがちなんだよ。なくしがちなんですよ。僕過去にね3つ買ってきたんですよ。まあそんな高いもんじゃないんですけど、まあ3000円ぐらいのやつなんですけど、買ってってなくして、今2台目なんですけど、2台目も多分時間の問題でなくすのはね問題なんで、3台目で使わさせていただきたいと思います。いいでしょ、ガンダムの機能だこれ。ガンダム攻撃武装っていう、うわかっこいい。マーク2。攻撃武装とは、それぞれのキャラクターから、装備される鮮烈なきらめきを、精選し、コンパクトな闘身にインパクトある造形で作り上げたフィギュアシリーズです。なんかすごい。なんかすごいぞこれ。いやー、逆向いちゃった。手を待ってよ。あ、これ雨の日のさ、シリーズのやつだ。雨の日シリーズ。そう、これ好き、かわいい。いや、レムは何よってもいいですからね。ありがとうございます。すげー、レムマジで知らない。レム多すぎ。あ、マドカ、マドカ、待って、すっごい可愛いもの見ちゃった。ちょっとこれマジ、ちょ、まだこっちからまだ見えない。ごめん、私の壁しかない。マドカです。やった、懐かしい。あなたマドカのコスプレしとったね、動画で。そんなこともあった。動画でやってましたね。あれ以来着てないよ。着てください、結構似合っちゃうんでね。ほんと、松田さんついてリアルならミック買える。あ、なるほど。こっちはね、もうひたすらフィギュアゾーンですよ、うん、これ。そう、ちょっとね。じゃあこっちから行くか。そっちから行く。こっちから行く。うん、私を見ているこの子が今可愛すぎてだな。いや、でもこの子可愛い。ワンダーランドミクさんですよ。あ、赤ずきん。ミクズキンみたいな。可愛い。可愛い。は、これね。かっこいい。ミクしか勝たんわ。ミクしか勝たん。え、これも可愛い。こちらです。ミクちゃん。このシリーズのフィギュアめっちゃ好きなんだよね。すごいクオリティ高いよね、そう。セピアカラーなんだ。あ、そうなんだ。そう、だからなんか色がちょっとなんていうの、くすんだ色、漫画の表紙寄りの色に。あー、そっかそっか。しててすごい好き。一生中フィギュアに囲まれるとやばいです、私ちょっと。やばいね、死んでしまう。死んでしまいます。あ、ちょっとフィギュア以外もありますよ。お、なんだなんだ。おお、ブルートゥース、音楽を聴きながら快適な睡眠を、小型スピーカー搭載。私さ、たまにさ、睡眠導入 BGM 聞くからさ、めっちゃ好き。川のせせらぎ、シャシャシャってこう聞いとった途中でラッテンカーバーンって起きるやつね。ミニオンのとこ、あ、タオルだこれ。タオル、おっと、ゲーミングライブヘッドセット。イエーイ、あ、すげえこれ。ありがとうございます。ありがとうございます。あのね、私ヘッドセットもう一個欲しかったの。ありがとうございます。これは来年の夏に使います。ミスト機能付き。嘘でしょ。皆さん見てください、ナナが3人。これは僕が前回動画であの帰ってきたやつ。すげえ、もう1人来ちゃった。もう1人来ました。もうナナは何人よってもいいですからね。はい、じゃあ続きまして、じゃあこちら行きますか。夏のレムです。かわいい。レムは何着てもかわいいよ。このね、ちょっとね、こう脇が見えそうで見えないのがまたエッチですよね。あ、脇フェチだもんね。なんちゃう、わー、かわいい。あ、ほら脇だよ、脇脇脇、ほら大好きな脇だよ。好きです。へけ、横地図大好きマンのわしの心のチャンス。もうさ、謝るしかないよ。謝罪動画しかとれん。かわいい、これ。かわいい。首輪つけて連れて歩きたい。これはね、これはいかんって。ワンコバージョンですよ、これ。心臓に悪いですよ、これ。見た瞬間に止まるよ、たくすぐ死ぬから。うん、これ即死だぞ、これ。いや、好き。猫耳より犬耳なんだよな、私。今心の中で100回泣いた。じゃん、ミクさん来ました。ヴィランバージョン、めっちゃか、好き。こういうね、悪い顔大好きなんだよ、私。強い顔の女めっちゃ好きなんだわ。これはね、私の癖が全部詰まってるミクだね。いや、めっちゃ好き。はぁ、いや、このね、悪い顔の女好き。でも角と尻尾めっちゃ可愛くない？すごい、私が全力でキモいかって、ごめんなさい、実はですね、この撮影中にもう一つ荷物が来ました。これが最後じゃないよ。
ょっと、これ足の踏み場がね、頑張って。はい、こちらでございます。何だ、なんか箱が2つ入ってますよ。お、うん、お、小さい箱と大きい箱が入ってます。いきますよ。はい、何でしょう。お、あ、プラモデル入ってる。この中にちっちゃいプラモデル。ハローだ、ハローだ、ハロー。何、黒い3年ハロー、クリアカラー。わー、黒い3年生のクリア。クリア、え、黒じゃない、黒じゃない。あ、すごい、でも中のメカニカルの部分まで出てる。これハロー、わ、すげえ。多分ね、あの3年生の普通のハローを持ってるんだよ私。あ、そうなんだ。うん、クリアは初めて見た。ありがとうございます。ありがとうございます。え、すげえな。新しいプラモが増えてしまった。だった、ありがとうございます。なんかさ、ハローいっぱいあるから、ハローだけを作る配信とか。あ、いいね。やれる気がする。そうです、さすが今カラフルなハローが増えてる配信できるよ。アスランかな。アスラン、アスランになれる。じゃあ最後のやついきますよ。これ何なんでしょうか。これね、多分だけど衣装だと思う。衣装、うん、パクン。うわっ、ほら、これホタタヤでしょ。あ、ホタタヤだ。ホタタヤの衣装です。え、あの主人公の女の子、変身の主人公ちゃんです。ホタタヤめっちゃコスプレしたくて、やったぜ。ありがとうございます。ありがとうございます。今回もすごいね。もう何点数わからんね。もう数えるのもちょっともつらい。しんどいぐらいいきました。数えるだけで10分かかるよ。今回いただいたものでございます。はい、はい、いやー、これやばいわ。こっからの絵すげえよ。いずれもパナイ、パナイよ。これフリーマーケット会場かなって感じ。本当だよね。おう、というわけでね、今回もまたたくさんのものを送っていただきまして、本当にありがとうございます。ありがとうございます。誕生日とクリスマスのプレゼントまで、はい、ね、しかも僕のまで本当にありがとうございます。もう早くキャンプ行きたいし、サバゲも行きたいし、クレープ焼きたいし、うん、ね、なんかもうちょっといいことしたいしね。いいことしたい。いいことし、飾りたい。フィギュアで何をする。いや、じゃあそういう、そういうわけではないです。本当にありがとうございます。大事にします。もしね、この動画見てなんか隊長たちになんか送りたいなっていうあの気持ちの方は、ぜひあの動画の概要欄の方に事務所のお届け先の、あと一応注意事項もね、一応記載してありますので、はい、もしよろしければあの概要欄の住所の方に送っていただけると、え、僕らの手元に届きます。はい、はい、私たちがハッピーになります。ありがとうございます。ありがとうございます。あのマジで一番多いのが食品。あ、食品多いね。そう、食品はマジで受け取れないので、送ってもらったら本当にもったいないので。そうなんですよ。食品と危険物と、あと金券とかはちょっと気をつけて、またあの注意書きのところお読みいただいた上でよろしくお願いします。お願いします。お手紙めっちゃ嬉しいです。はい、お待ちしております。ありがとうございます。それでは本日も動画をご覧いただきありがとうございました。よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価もお願いします。お願いします。皆さん、ご安全に。ご安全に。バイ。